仕込み刀。仕込み刀は、隠し武器、暗記の一種である。講義では、日本刀にも分類される。様々な理由により、刀剣を剥き出しで携行できない場合に、護神用や暗殺用途に用いるために制作される武具であり、仕込みと呼ばれるだけあり、外見からは、刀と分からないように偽装されている。その多くは、扇子やキセル、杖などの日用品に偽装してある場合が多い。 特に、日用品に偽装したものは、大っぴらに武器を持つことができないが武装の必要性の、ある町人がご信用として持っていたようである。その中でも、時代劇、雑踏誌の主人公、死の獲物である仕込みズエは有名である。欧州でも中世頃から、ソードスティック、剣杖、ケインスワード、ケンソード、ムチ友と呼ばれる、同じ用途ののが存在する。 暗殺用具として用いられたものの他に近代になって市民社会が発達し、たとえ貴族であっても刀剣を公然と傾向することができなくなると、五神用具として杖や傘などの通常傾向していても和感のない日用品に行きそう、もしくは刀身を内蔵した刀剣類が所持されるようになった。これは後に拳銃の発達によって廃れていく。日本では明治時代に 配当例が発布されると、四族階級に刀を仕込んだ杖を所持、傾向することが流行した。その後、明治政府によって、刀剣を内蔵した杖にも禁止令が発布され、現在は、銃刀法によって、仕込み刀として製作された刀剣の腰らえに、刀身を内蔵させたものは所持及び所有が禁止されている。また、たとえ腰らえに刀身を組み込んでいなくとも、 こしらえと刀身を同じ刀袋や刀箱、刀剣運搬用のカバン等に入れて保管、もしくは持ち運ぶことは、仕込み刀の所持及び所有に準じた行為とみなされ、ことがある。仕込み刀の刀身は、反りのない自家刀刀身や、炭寸の担当など、形状が単純、もしくはサイズが小さく隠しやすいものが多い。また、刀の刀身ではなく槍の送信やおのばり、 スパイクが隠されている場合もる。また、一般的な日本刀、内刀やタジや、十手などの柄に小さな刀身を仕込みに大構えの武器としたものもある。変わったところでは、一見通常の日本刀でありながら、柄の側に担当の刀身が仕込んである柄は、実は、鞘であり、鞘の方が使用時の柄になる仕込み内刀、仕込み引く内刀、 外見は、通常の太刀と同じか、多少長いものだが、刀身は日尺未満と脇差しと同じ程度の長さしかなく、鞘の先端がもう一つの鞘となっていて、短寸の短刀や三角槍が仕込んである、二重刀、二重刀、二重刀といったものも存在する。これらは相手の不意をつくことを念頭に置いた、奇襲、暗殺用の特殊武器として制作されたと考えられている。 実用ではなく、装飾品としての機能を追求したものには、反りのある刀身に合わせて、流木や木や竹の長年に模した外装を持つ、工芸品としても高い価値のある品も存在する。明治期に制作されたものは、節だけや樹皮を模した、もしくは実際に、それらを使用した外観に仕立てられたものが、数多く制作された。映画、ザトウで使用された、小道具としての仕込み杖は、 仕込み刀としての最大公約数的イメージに該当するデザインとなっている。海外における仕込み刀剣のバリエーションは多岐にわたり、雨傘に偽装した仕込み刀も存在する。外装部は通常の雨傘としての機能も持っている。しかし、仕込み傘をはじめとして、西洋の仕込み刀剣の刀身は、ブレード状ではなく、月専用のロングニードルタイプが使用されることが多い。 これは単に杖に刀身を仕込むには、スペースの問題から、ニードルの方がふさわしいという製造上の選択理由であるとともに、暗殺武器として用いるには切り合いを演じることは、通常は想定しない、という実用上の問題でもあった。日本と同じく、実用ではなく、装飾品としての機能を追求した、工芸品としても高い価値のある品も数多く、製作された。 日本国内では過去、身近な日用品に短いナイフやスパイクを仕込んだ仕込みボールペンや仕込みクレジットカード、仕込み口紅等の品もナイフ市場の流通経路に存在していたが、どれもデザイン先行の品で実用性は皆無に等しいものが多く、ジョークグッズに近い位置づけの品であった。これらは現在はごく一部店舗でのみ扱っている程度しか確認されていない。 なお、日本国内において、刃渡り6センチメートル以上の刃物を正当なる理由、ご信用とは、正当なる理由とはみなされないなく携帯することは、重刀法により禁じられている。刃渡り6センチメートル以下のものでも、明らかに刃物を偽装して携帯するために作られている品に、ついては、傾向することの正当性が認められない場合も多い。仕込み刀は、 映像作品等で有名であるためか、コスプレの小道具用やコレクション用として、模擬刀剣の一ジャンルとしても人気があり、時代劇、雑踏誌の作中で用いられた小道具のレプリカ品を初として、各種の仕込み杖や仕込み刀の模擬刀が販売されている。和杖に細身の刀身が内蔵されているオーソドックスな仕込み杖の他にも、西洋ステッキを模した外装のもの。 洋傘や和山の柄に仕込まれたもの、竹棒機やデッキブラシ、モップ等の外装に仕込まれているものまで、各種の仕込み刀が商品として存在する。刀身が模擬刀剣の場合は、銃刀法による変装銃砲刀剣類とはみなされないため、仕込み刀のこしらえと刀身が結合されていても、所持及び所有の禁止の対象には当たらないが、模擬刀剣であっても、 銃刀法によって正当な理由のない形態は禁止されている。このほか、仕込み刀は戦前、特に明治初期に多く製作されたため、これらの著名な品の他にも現存しているものは多い。刀剣店にて販売されていることも珍しくはなく、特別な手続きなく、購入は可能であるが、前述のようにこしらえに刀身を組み込んで、仕込み刀として所持することは違法である。 刃物ではなく、銃を杖に仕込んだ仕込み銃も存在している。アメリカのレミントン社が1860年代に発売した犬の頭を模した杖頭を持つ杖に、32口径のリムファイア弾を使用する単発銃の機構を内蔵したものが有名である。日本では、主に、江戸時代に脇差や短刀、十手や畳んだ状態の扇子、キセルなどを模したものに重心と、 単純な撃発機構を内蔵したものが製作され、少数が現存している。第二次世界大戦期には、ベルトのバックルに仕込むバックルピストルが、ナチスドイツによって試作された。ジップガン、手製拳銃の一部は、この種の隠し武器として用いるために製造されている。暗殺や、護身のための隠し武器として製作されたものだけではなく、外装に凝った。 狩料のための猟銃として制作されたものが多くあり、日本で制作されたものは、この、凝った外装の猟銃であるもが多い。仕込み銃は、虎ノ門事件で犯人が使用したことで有名であるが、これが、ライフル銃ではなく、三弾銃であったことも仕込み銃が隠し武器ではなく、猟銃であったことの証査である。仕込みがと同じく、現在の日本では、銃刀法で所持が禁止されている。 刃物は殺傷の危険性が高くご信用としては過剰装備であるため、スタンガンを仕込んだ杖、スタンケインも存在する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。